皆さんこんにちは、モリタインドラムスクールのモリタインです。本日はですね、2ビートの、ドンタンドロタンドンタンドロタンではなく、ドンタドンドタドンタドンドタンドンタドンドタみたいなリズムパターンについて、レッスン動画を配信したいなと思います。まあ、何を隠そう、このパターンっていうのはめちゃめちゃ釣られやすいパターンですよ。このね、初めてちょっと早い曲にチャレンジをしようって言って、ドンタンドドタンドンタンドドタンに慣れてきたら、なんかこう B メロとかでドンタンドドタンドンタドンドタみたいなフレーズになって、で右手がめっちゃ釣られるみたいな、こうもうこの初心者ドラマっていうか、あのね、ドラムを始めたての人はもう必ずぶつかってしまう、壁だと思うので、まずこのドンタドンドタっていうフレーズ、こうっていう、こういうフレーズ、この右手をつられずに叩くような方法っていうのをご紹介させていただきたいなと思います。で、まずは、まあ、このドンタドンドタっていう音にね、まずは慣れていく必要があると思うので、まずね、右手一回抜いて、足と左手でドンタドンドタっていうリズムをやってみてください。こうね、釣られてしまう時のその意識としては、まあ、これね、慣れてきたらもうどちらでもいいとは思うんですが、ドンタドンドタドンタドンドタっていう意識で叩くと、このドンタドンに行った時に右手が持っていかれるね。まあ、ちょっとややこしいんですが、ドンタドンドタのこのドンタドンは、このまだ2拍目のドンなんですよね。ドンタドチドタン、ドンタドチドタンっていう割り方が頭の中でできると、右手がつられずにいけますよね。だからこの3拍目の右手、このドンタドチドタンドンタドチっていう分け方を頭の中でしっかりとできると、右手がしっかりと分離されて、こうつられなくなりますかね。慣れるまではここで区切って、ドンパドツドタンっていう意識でやってみてください。で、それでも釣られるわっていう人いると思うんですが、生徒さんでもいるんですけどね。で、そういう時はどういうことを意識をするかというと、大体こうドラムのフレーズ、ドラムで、右手と左手を分離させたりとか、釣られないように練習をする時は、このグッて止めて我慢するんじゃなくて、引き離すように叩けると釣られずにいけるようになるんですね。だからドンパッドってこう叩くときも、右手がこっちに行きながら足が入ってるイメージ、このドンタってこう我慢するとこっちに引っ張られるんですよ。ドンタみたいな感じで引っ張られるんで、引き離すイメージ、ドンタッド、手が上がってる間に足が入ってるイメージをこう持てると、つられずにみたいな感じで、こうどうしても釣られてしまうわっていう人は、ドンタドチドタンで区切ってみて、で足と手を引き離すように、ドンタドこっちに引き離しながら足が入ってるようなイメージでいけると、まあ、しっかりと分離されてね、できるようになってくると思うので、ぜひそんな練習方法をチャレンジしてもらえるとありがたいです。ということで、本日もありがとうございました。さよなら。